漏れてる写真をね、いっぱいあげてくれた方がいたんだよね。この前はサムライズありがとう。ありがとう、こちらこそ。お疲れ、お疲れみんな。はじめまして。どうも。え、金のハートがある。ありがとう。なんかさ、今日、なんか、金だよね。ゴールデンウィークだからってことなのかな。おつおつ、この前スタンプでした。あれかな、定期公演のことかな。この前イルカのサインの話。お、マジで、どのやつかな、どんな格好してた。え、金のタコもある。皆さんこんばんは、初見です。どうも。いい、すごいね、この金の、いいね。やっぱ金っていろいろか好きだからね。金っていいよね。銀もいいけど。目覚まらへいさす、ありがとう。超焼けてる、焼けてる。やるかはね、焼けてないよ。もともと黒いかな、多分。焼けたのかな。あ、そう、使ってもいいですか、写真。お疲れ様。ツーショー、ありがとう、こちらこそ。ゴールデンウィークだから金なんだ。やっぱいいね、金って。ゴールデンウィーク終わってしまったね。いやー、ゴールデンウィークみんなどうだった？とかはさ、ゴールデンウィークって混んでるからさ、あの、終わってくれてすごい嬉しいんだけど、みんなは、あの、何した？スタンプ2個になりました。おめでとう、2個。こんばんは。ゴールドいいよね。ゴールドめっちゃ、シルバーも好き。全然、え、黒いんだよ、めっちゃ。小学校の頃とかさ、毎回海外行ってたみたいな言われてた。全然行ってないのに海外行ったみたいな、毎年言われるみたいな。ハート以外のポーズで撮るからな。撮ったからね、もう写真は全に使う。ありがとうございます。こんばんは、どうも。なんか焦げてる気がする。もともと黒いんよ、真っ白ではないもん。そうそうそう、黒、引きこもってたのか。ゴールデンウィークいいね。ほぼ毎日働いてたよ、かわいそうに。でもルカもね、ゴールデンウィークね、今日しか休みない。ふい、全然休みじゃなかった。いや、でもみんな休みじゃないのか、みんな社畜だった。また撮影可能な時があれば会いに来て、おいでくだ、おいでとか言って、もう来てください。あの、定期公演とか、あの、基本全部じゃないけど 1,2 曲は撮影可能になってます。こんばんは、どうにか。ありがとう。昨日、ルちゃん慰めても、I love you の生写真あげたら、ルちゃん、え、すごすぎない？やっぱ、ルカ、最近なんかさ、持ってるんだよね。なんか、引きがすごい強いの。でも、あの、差し入れじゃんけんしたら、負けた。差し入れじゃんけんしたら、3回したんだけど、3回、7番、7番、6番目だった。なんかその買った人順に選ぶみたいなんで、やばくない？7番7番6番で、でも最後だけ2番だった。鬼忙しでした、お疲れ。こんばんは、こんばんは。今日から4連休変わってるね。これに来る4連休の2日もサムライズで満喫できた。なんか疲れてない、逆に。初めてステージ見ました。お、初めて。どうでした？よかったらね、そう、定期公演がね、5月の10と5月の19と5月の19のお昼がフリーライブだから、ね、よかったらね、来てね、あの、もう一回見たいよって思ってくれたら。まだ職場の仲間の仲間との会、俺なんかも関係なくしょ、仕事なのか、みんな意外と
意外とみんなゴールデンウィークじゃないのか。ムサムライじゃないと今日だけ休み。あ、大変だ。お疲れ様です。お疲れ様です。ほぼ新生ラスアイで始まって新生ラスアイで終わった。あのあれか。なんだっけ。土日？あれ？日月だっけ？ちょっともう記憶ないわ。ゴールデンウィークの最初の方。こんばんは、こんばんは。こんばんは、立ち見おじさんです。全然いいと思う。定期公演チェックしてきます。ありがとうございます。働きながらりんちゃん出てる。別の人やで。はしゃいでた。いいね。サインは、君僕のやつ。おお、君僕。君ポニーテールのやつか。なんか今虹がかかったな。虹いいね。定期公演早く行きたいね。あ、まだ言ってないわ。言っとくね。子供たち右側いつも上手かな下手かな、どっちだ。こんばんは。あ、アジサイありがとう。あ、 なんてアジサイでいいんかな。こんばんは。まださネモフィラの理由を聞けてないんだよ。差し入れじゃんけんのパワーもらっちゃったかも。あ、そこの引きにね、あれをやったことで、え、でもあのもうあの最後に2番を取った後の写真だったからもう関係ない。まあかなり仕事もじゃ、ほんとホワイトいいね。ちょいしろ。差し入れじゃんけんある。だってさ、みんなが好きなの取ったらさね、喧嘩になっちゃうじゃん。し、なんだ、頑張ったってなんだ。ありがとう。こんばんは。どうも。ラスアイカフェ毎回楽しめてます。おお。でもそう、次の10日のあの定期公演からなんか企画あるじゃん。毎回ラスアイカフェとかやったの。それがなんか見てくれ、ファンの人のこう意見をちょっと聞いてやるみたいな感じらしいよ。初見です。どうも、いらっしゃい。職員さんゆっくりしててね。あ、この虹これなんだ。ありがとう。2日間外に出て2日間家族。いいね。ラフレフ行った。あ、そうなんだ。ゆいな、やおやおやお。誕生日はね11月の28だよ。こんばんは、こんばんは。ゴールデンウィークの、あ、定期公演か。そうだね。じゃあラスアイで始まりだ。本当にラスアイで終わったね。おお、金のタコありがとう。トーマのじいちゃん、4月29が定期公演だと忘れちゃうぐらい気分楽しかった。確かに4月29定期か。え、定期公演のさ次の日もなあったよね、イベント。こんばんは。どうも。10日にポイントの特典の10秒動画頼もうと思ってるんだけど、何が頼もうか一緒。え、怖いのやめてね。怖いのやだよ。なんか一発ギャグやってみたいなの泣いちゃう。そっか、特典10秒動画があるんだ。もうそんな溜まったの特典。すごいね。いいし、ありがとう。てか、あ、おし、ありがとう。あおさん、今日ね、なんか顔さめっちゃむくんでんだよね今日。今日朝起きたら顔めっちゃむくんでて、寝たからかな。めっちゃ、せいちゃんありがとう。何回やろ。600リラで15秒握手って超高額って、ちょっとわかんない単位だな。年功序列釣れるかから。そうだよな、まあ、一番年上からだよな。最低すぎる。3000円。でも15秒って長くない？握手会。そんなことないのか。
新書楽しみに明日から仕事頑張れ。お、そう、5月の10日からだっけ、この5日はかかんないけど、新書で披露するからね、来てね、公演。先生今後試合し、ムサフェスで先生らしたアイドルのレッチを始めてる。どうだった、できてた、ちゃんと初見です、ゆっくりしてってね。今着てるトレーナーはチラ見できますか、チラ見見えた、こうやってやった方がいいか、お近すぎる近すぎるな、これ以上引けないんだ、ごめんね、椅子を。こんばんは、どうも。一発ギャグって考えてる時間だけで10秒ちゃんと考えてから撮るよ、考える、考え中から撮らないでしょ動画。朝起きたんだね、えらいね、どういうこと、ムサムラフェスね、早かった、朝今日はね12時ぐらいまで寝てた、寝かしたね、とタガーメインナーコありがとう、あって萌え全部とか言いたくないけど、でもあのさすがにね、いっぱいポイント貯めてくれたらね、やらないとね、何でも何でもあの欲しいのやるよこんばんは、11度目まして、どうも。青春高校組、そうだよ、3年 A 組ってちゃう番組よ、ドラマよそれ。あ、そう、あ、よくわかるね、水がないが、ありがとう、ずか、鬼ずか。チェキやってたことはチェキ1話2000円で1分ぐらい、そうなんだ、すごいいい分も話せる、こんばんは、どうも。うちゃんの動画めっちゃ可愛くですけどありがとう。12時は朝じゃないやん、騙された、あ、今日のこと、今日はもう全然起きてないよ、朝、今日はもうね寝た、昨日と一昨日があのムサムラフェスが早かった朝でも、早いって言ってもみんなの多分会社行く時とかぐらい、学校の時とかぐらいだけど、定期券はスタンディングだと写真と FC 会員いないと写真撮るのは難しい、スタンディングは難しいかもな。え、どうな、写真の、写真ってどうなんだろう。FC 会員。でも、19のお昼はフリーライブだから、多分、あれ、オールスタンディングだから、それだったら大丈夫かも。スタンディングは結構、あの、一番後ろだからさ、前が椅子でちょっときついかな。寝れるときにいっぱい寝て元気チャージしてね。うん、でも今日はもうなんか寝すぎて顔むくんで頭が痛いっていう、喉も痛いっていういっぱい寝たのになんか元気じゃない、寝すぎるとさ頭痛くなるよ。よし、そ、あ、だんだん、ポンポン以外みんな昼過ぎまで寝てるだろ、ね、絶対寝てるよ。あの、もうみんな、やばかったもん。寝不足パレードみたいな。3時間しか寝てない、みたいな感じ。頻繁でな、3年目、ああ、A、B、C。レチャーなっちゃどうした、こっちがしっかりセーフ、あ、そうなんだ、考えなきゃいけない、万が一一発ギャグでもステイしたのやるだけっぽい、じゃあさ、あの考える方が大変なのにやるのよりも、今日はバルラント、今日やりたいね、全然1ヶ月ぐらいね、あ、1ヶ月は嘘1ヶ月は嘘やわ、2週間くらいやってないからやりたいな。立ち見は禁止だね、あ、立ち見でカメラ禁止なんだ、あんだけ野外ライブやったら今日はお疲れ寝てていいよ疲れ取らないとね
ポンポンがすごいぐらい朝10時に起きて、すごい。リサさん朝10時に起きたの、すごいな。椅子でも前方は立つんでしょ。いや立たない、定期公演はあの前の席の人は立たない。でもフリーライブはあのオールスタンディング。フリーは授かなさそうだけど、あってえないのかな、フリーライブ撮影ありそうだけどないのかな、全然わかんない。こんばんは、どうも、かわいい、ありがとう。こんばんは、どうも。武蔵村山と、そうね、遠いとこからね来てくれた人ありがとうね。まあ遠いからね来れないのも仕方ないや、ね、こんばんは、どうも。今日は画面が近い、緊張する。今日は画面が近い、ちょっと来れる椅子引けなくてさ、ごめんね。あーって飲みちゃう。東海は新衣装だから、なんとしても東海に頼み、動画頼みたいから頑張る。東海は新衣装なのか、東海は新衣装は広がる。まあでも多分こうルーティーンできるからさ、まあ新衣装の時も何回、6月ぐらいにもあると思うけどね。こんばんは。動画とか何でも言って任せてるわ、大体。え、なんかでもちゃんと多分指定しなきゃダメなんじゃない？こう言ってくださいって。立ち見席は買わ、立ち見席は買わなきゃ、一般席なら椅子から取れるのか。なるほど、いいシステム。そう、そうだね。多分いいシステムなのかな、ちょっとあんま詳しくないからわかんないんだけど。こんばんは、今日もありがとう、お疲れ様、ありがとうね。こんばんは、どうも。髪型似合ってるよ。髪型似合ってなん、ただの髪だけど、髪めっちゃなんか褒めてくれるじゃん。どうせ俺には雑じゃないよ。やっぱあのね、動画とかはいっぱいね、あの来なきゃ撮れないやつだよね。ポイントちゃんとやるよ。そしたら明日からも頑張ってね。うん、ありがとう。明日からも頑張るね。10日はもう定期公演だからね。こんばんは、こんばんは。やっぱ初の新衣装の時に行きたいじゃん。まあ気持ち的にね、確かに。10日、そう、10日がね新衣装で、あの定期公演、新衣装をお披露目10日だから、みんなね10日も来てくださいね。デビューの時の、秋のデビューの時の髪型良かったの、珍しい人いんな。なかなかいないんだけど、あの時の前髪なしがいいっていう人、珍しい人いたな。雑で砂のやつルカが一番いい、いいんだ、それでいいんだ、楽だわ。昨日の衣装なんちゃまかい、あ、そう、昨日ねちょっと夏仕様だったんだよね、あの AKB の衣装が。暑いからさ、普段中セーターなんだけど、シャツだった昨日は。こんばんは、こんばんは。仕事ばっくれて定期公演行きたい。ダメだよ、怒られるよ。多分ね、そう、土日でやることもあると思うから、定期公演その時にね来てね、きっとある。あのルカちょっと時間見れないからさ、30分28分25分くらいになったら言ってほしい。でもちゃんとアイドルになっててびっくりよ。びっくりか。そう、普段の中セーターなんだよ、やばいよね。ブレザー着てセーターって真冬の JK なんよ。暑かったね。なんか昼よりね、もう夜の室内の方が暑かった。もう昼
なんかブリザー着るか着ないかで迷ったんだけど、昼行けたから大丈夫かなって思ったら、2部の方が暑かったね。仕事をずる休みできるかできないかでお不定レベルの尺じゃないからダメだよ。そんなん、それはね、尺じゃありません。ちゃんと仕事は行ってください。今は22時に、あ、ありがとう。こんばんは、ゴールデンウィーク中の公演お疲れさん。ありがとう。ラジャー。ラジャー。急に電脳テレビの社会をおすすめに出てきた。死ぬ。死ぬんだが、今週末は幕張の、あ、韓国アイドルフェスに行くんで、来月定期公演頑張る。お、来てくださるんです。韓国アイドルフェスっていうのがあるんだ。楽しそう。K-POP オタク。K-POP オタクか。いいね。メンバーにもね、K-POP 好きなメンバーいます。2部の室内、暑かったね、あれ。見てるさ、みんなも、ああいうのってさ、一番熱中症になりやすい場面よな。おしみちのもやしはずるやすにしてでもいいから、ちゃんと、ね、言ってください。いいか、仕事です。ちゃんと言ってください。それは全然尺度じゃないんで、みんなは休まないでくださいね、仕事。こんばんは、どうも。ゴールデンウィークのしみがれちゃんの配信でよかった。おう。みんながちょっと悲しい気持ちなのかもしれないけど、今みんな明日から仕事だぞ。5月はトリマ3つ行くよって。全部？うん、それ全部ってこと。いや、メンバーで一番身長高いのはね、花だよ。花の方がね高い、 2,3 センチくらい高いと。でもまだまださ、花は成長期だから成長のするかもね。こんばんは、こんばんは。お、メンバーにキポブ好きるならどうしよう。そう、だから、ハーナとかジュリとか好きなんじゃないかな。話してみてね。合うかもしれない話。最近よく飲む飲み物とかある。最近よく飲む飲み物。最近よく飲む飲み物は、なんだろう。あ、でも、セブンのアイスのカフェラっていうのも、なんか夜さ、遅い時とかってもうタピオカ屋さんやってなかったりするから、そういう時はセブンってどこでもあるじゃんし、いつでもやってるから、セブンのカフェラテ飲む。美味しいんだよね。他のコンビニじゃなくてセブンのしか飲まないんだけど。仕事休んで公園行きたい。だ、休まないでください。 5月病。え、何それ。5月病あったね。なんかゴールデンウィークは何かしましたか。ゴールデンウィークはね、6回ライブがあったんですよ。で、休みがね今日だけだったから、あ、でも、あ、そうね、今日はご飯食べたくらい。明日一限から学校なの思い出して絶望。明日一限かわいそう、もう寝なきゃじゃん。ゴールデンウィーク終わったからね。推しは推せるときに推せって言うじゃん。そうなのか、言うのか。英語教室め、いや全然ね、そんなことないんだけど、まださ、こうみんなの話してみたら分かる良さみたいなあるじゃん。だからちょっとね、みんなのこともね、知ってほしいなっていう、いろんなこと話すのはね全然浮気ではないから。セブンって神よな。そう、セブンのあんこのお餅と、あとセブンのささみチーズ、ささみチーズ揚げみたいなのと、手羽先と、あとティラミスが美味しいね。
セブンはいいね。遅いとタピカ、そう空いてないんだよね。まだタピオカ好き、好きだよ。タピオカ屋さんあったらね行ってる。25分になった、ありがとう、ありがとうね。あ、自分ムサムランで2ステージじっくり見てレカに決めた。あ、そうなの、嬉しい嬉しいな。まあキャラクターが、でもそっか、ムサムラは結構 MC もあったから意外とわかるのか、キャラクターと。スタバあさってからイチゴゼリー。スタバさ、同じやつ、なんか前とか、なんか嫌いな時あったんだよね。イチゴ、なんかイチゴ果実入ってないみたいな。実際試験解いてから考える、直前で有給打ち込むの繰り返し。あ、有給使ってるならまあまあ、ずる休みじゃない。ご飯は毎日食べるの、え、違う、ちゃんとあのご飯屋さんに行ってご飯食べたの。タピオカしか飲まない人なのに。タピオカも飲む、飲む、タピオカが一番飲みたいけど飲めなかったらカフェラテかな、やってなかったらみたいな感じ。うっ、かかりないかな。代わりに仕事する、ルッチャ代わりに仕事する、じゃあ代わりに踊ってくれる、ちょっと面白い、代わりに踊ってるの。4月に宮田君が言えば近所出身の子がいるみたい。あー、不自由か。中国語を話せるか知りたいです。うん、おお、おしい、わからん。なんか中国語、あのリーリーベンレみたいな、チョンゴレみたいなしか分からん。中国語さ専攻だったのに何も分かりません。大学で2とか1とかダメだよ。まあ一番推してる子を優先にするような。いつか先生のさ見てみたいな。友達はライブに一足先に参加し、おお、そうなの、おいで。19のねお昼がフリーで無料のライブだから、よかったらねおいでね。めっちゃ食べてばっかで、ね、えるかも。食べることが生きがいだからさ、美味しいのこれ食べれるから頑張ろうってなるじゃん。なんか食べ物がさあるだけでさ、それが生きがいになるのすごいよね。だから食べ物ではあの食べたいものを食べるってしてるんだ。ダイエットしろよ、ダイエットしろよって感じ。僕はセブンの唐揚げ棒大好き、大好物。ああ、リオンがね唐揚げ好きだよ。ここで失礼します。ぜひまた、あ、ぜひまたまた来てください。2日間ともスタバ行っちゃってよ、暑かったから。え、冷たい飲み物飲まないんじゃん。カレーは飲み物、めっちゃデブやん。もうありがとね。ゲームはまだやってない、たまにやってるかな。でも今日はか、今日やろうかなって思ってる。この後代わりに特典会やってるおもろ。ダイナとルカのファンの人がさ握手してるのやばくない？わかんないけど、メロンはほぼ一緒に感じた。メロン食べてないな。イチゴも入ってないってやだな。こんばんは。あ、29になってもらった。今これを読んでるってことはもうファンな気がするんだけど、代わりに踊ったらファンいるかもよまあ人が違うからね。楽しめ、ゴールデンウィークはプライベート楽しめる時間取れましたか？あ、今日ね、今日ご飯行ったよ。焼肉食べた。ねえ、ケジュラーズ時期だね。説明の中にいるのはシャだけど、そうなんだ。
チョンゴウ本当に中国語ですか？中国人って意味じゃない？友達はルカの青春高校のだけ。ええー、すごい。ルチャでも痩せたよね。痩せたと思う。まあ、高校生の時パンパンだったからね。高校生の時さ、ルカもう食生活やばくってさ、朝学校行く時になんかスイーツ、コンビニスイーツ食べながら登校して、とか学校でいっぱいシュークリーム入ってるのとか、いっぱいエクレアが入ってるやつを食べたりしてたから、そりゃ太るよねって感じ。今来たばっかり。カジスいっぱいが好き。まあでもコスト的にね、やっぱ大人の事情で難しくなってるんちゃう。よし、32分。あ、やばい、やめます。じゃああれ読むね、ランキング。うん、ランキングどこだ、これか。アジサイ、デカスタネット、トモのじいちゃん、エイジ、モモ、アー、ヤン、ヤンさん、ヒロ、ルル、ダメネコ、セリーちゃん、ミライ、カウス、アオイ、タカシ、アウシ、タガメイナゴ、ロバ、チートーム、ギターマン、ありがとう。お疲れ、ありがとうね、みんな来てくれて。5月の10日に新書のお披露目の定期公演があって、で19のお昼にフリーライブがあって、19の夜に定期公演があるから、みんな来てね。あとであれ、チケットもあれ貼るね、引用します。終わったらこれまた10日よろしく、ありがとう。今日までだから先行、みんなよかったら来てね。お疲れ、おやすみ、みんな明日から仕事と学校頑張ってね。バイバイ。